と買われますか？片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行くあてがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、
それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か。一体誰なんだ。それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。染谷、お前どうしてここに。そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして東城会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会の来栖会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる。俺はね、四代目、今菅井会長代行から東城会の跡目候補と見られているんですよ。お前が東城会の跡目だと。小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、桐生さん。なんじゃそりゃ。一体誰なら、その染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないんかの。ひょっとして
昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。 なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、桐生の兄貴。え？ああ確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。踊れら、あんましかばちたれるとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本おられてても、キヨちゃんを守ったらんかい。頭いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ、若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょ。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといて使うさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああバカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。組に関係ない俺が行けばいい。違うか。い
いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面、なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな、全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが、ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないすか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、カシラ、どういう作戦で行くんすか。そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き、同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って、お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか。